はい、どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回は、4月編の筆箱紹介をしたいと思います。そしてこの動画では、あまり編集はしないと考えてます。まあ、それはなぜかと言いますと、体調が悪いので、ノー編集とさせていただきます。まあ、いつもそんな編集はしてないんですけど、今回は少なめにしていこうと思います。それでは早速筆箱紹介をやっていきましょう。それで僕が使用している筆箱はステッドラーのレザーペンケースです。こちらは3月の筆箱紹介と同様に、このペンケースを使ってます。こちらは、ロールペンケースなのでシャーペンを切りつけなかったりとかそういう点でも、とてもいいと思います。こちらの動画結構あるのでそちらを見ていただくと、幸いです。それでは中を見ていきましょう。まあこうなってるんですけど、最初にこっちからやっていこうと思います。まずスティックのりですね。こちらは、まあ、前回とは変わらないのですが、無印のスティックのりを使用しています。こちらは、95円ということでとても安いのと、あまり粘着力が強くないというか、そういう点でノートがデコボコとかになったりしないのでとてもいいと思います。次に写真は、灰入りの B の 0.5 を使用しています。こちらはとてもサラサラ描ける、写真だと思います。で、僕は一番 B が好きですね。濃さといい、なんかちょうどいいんですよね。そして付箋はここ付箋を使用しています。で、こちらは両面合わせて使ってるんですけど、ここ付箋はとても使いやすいのと、色が、とても多いので、そういうところもいいところですね。次に消しゴムはこちらのリサーレです。リサーレはすごい消しゴムだと思います。それはなぜかと言いますと、とても消しやすいのと、消しカスがまとまるのと、軽い力で消せるといった消しゴムですね。僕は結構この消しゴムおすすめです。次に、定規はこちらを使っています。こちらは、緑のアルミ&ウッド定規を使用しています。こちらはデザインがいいのと、まあ、機能も結構すごくて、まあ、上と下で表記が違うのとか、こちらのメモリはレーザーで刻印されているため、削れるといった心配がありません。なので長く使えると思います。次に、シャーペンを紹介します。まず1本目は、ロッドリング500ですね。こちらはペン先がこのようにとても細いので、細かい字なども書けると思います。そして悪いところなんですけど、とても折れやすいです。落とすと折れるといった可能性があるので、それは気をつけた方がいいと思います。まあ、ローレットなので他のシャーペンを切りつけてしまう可能性があるかと思います。まあ、僕は、ロールペンケースを使ってるんで大丈夫だと思うんですけど、まあ注意した方がいいと思います。ですがこれはとても滑れなくて、いいと思います。そして、こちらは僕は国語などに使用しています。まあ洗い字や、まあ、そういった時に使っています。で、これは、僕は 2B を入れています。まあ、なぜかと言いますと、B だと少し薄い感じがして、自分に合ってないと思ったので 2B を使用しています。次にこちらのグラフ付箋4プロを使用しています。こちらはグリップがとても、自分の手にフィットしてて書きやすいのと、サラサラ書けてとても書きやすいです。そして、長時間使用にも向いてるかと思います。とてもいいシャーペンだと思うので、ぜひ買ってみてください。で、次に、S20 ですね。 S20 はもうずっと入れてますね。で、こちらなぜいいかと言いますと、木のシャーペンなので自分の手に馴染んでいくシャーペンとなっているため、とても書くのが楽しくなっていて、使っています。まあ、使えば使うほど、まあ、艶なども出てきて、味の出てくるシャーペンになるかと思います。そしてこちらは、ペン先が細くなっていて持ちやすいと思います。値段は結構高いのですが、このシャーペンは買って損はないかと思います。そして先ほども言った通り、ロッドリング500は、まあ、国語などに使用しています。グラフ付箋4プロは細かい字などを書くのに向いてると思うので、グラフなどを書く、理科や数学などに使用しています。 S20 はその他の教科などに使ってます。次に色ペンなどを紹介していきます。
僕が使っている多色ボールペンはこちらのユニのジェットストリームですね。こちらはサラサラかけて自分的に発色もいいので使用しています。それでそろそろ買いたいなと思ってるんですけど、僕が今悩んでるのがステッタラのアバンギャルドかシャーボ X にしようか、どちらがいいのか悩んでいて、どちらがいいかなどコメント欄などで教えていただくと幸いです。次にこちらですね。こちらはスタイルフィットでございます。でこちらのリフィルはオレンジの 0.38 を使用しています。まあ、なぜオレンジかと言いますと、こちらのジェットストリームにオレンジがないため、こちらを使用しています。全体で200円かかんないほどで、購入しました。とても細いので、邪魔にならなくていいかと思います。でオレンジの色も結構いいと思います。次に蛍光ペンはこちらのプロパス2を使用しています。こちらなぜ使用しているかと言いますと、全体的に黒ということで使用しています。まあ、僕の筆箱は、まあ、黒で揃えたいなと考えているので、蛍光ペンも黒にしました。こちらは発色もいいので、使いやすいと思います。そしてマッキーペンはこちらですね。無印のマッキーペンとなっています。まあ新学期ということで教材に名前を書いたりとかそういう機会が多いので、まあこちらを使用していました。まあ何でもいいと思うんですけど、僕はこちらを使用しています。そしてハサミはこちらを使ってます。ツイッキーですね。こちらなぜいいかと言いますと、とてもスリムな、携帯ハサミとなっています。これはロック機能もついているので、いいと思います。これを上に上げればこのように使えます。まあ、値段は少し高いのですが、買って損はないかと思います。で最後に万年筆を紹介します。万年筆はパイロットの書くのを使用しています。まあ万年筆はたまに、使いたくなるので入れてます。これからどんどん万年筆買おうと思ってます。はい、まあこんな感じとなりました。4月ギリギリの筆箱紹介だったんですけど、もし参考にしていただければ幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。